皆さんこんにちは。あっという間に桜が咲き、春らしくなってベランダガーデンの様子をお伝えしたいと思いつつ、もう4月になってしまいました。春の味、ふきのとうと舞茸の天ぷら美味しかったな。夫は天ぷらも上手です。今日は前回お約束した我が家の柑橘たちの様子です。さあベランダへどうぞ。1月の終わりにはつぼみがあったラングプールライムです。冬の寒さが厳しい期間は室内に入れ、昼間は日に当てるようにしました。そして2月の22日、最初の花が開花しました。よく見えますでしょうか。ぐるっと回してみましょう。こんなお花です。そしてこちらがつぼみです。ここにもお花が咲いていますよ。赤い色のつぼみもあります。つぼみの時は赤みがかった紫色で、花がしっかり開くと白色になります。同じ2月22日のレモンの苗木です。種類はビアフランカです。こちらも真冬は室内に入れ、暖かい日差しの時間だけ外に出すようにしていました。枝先に小さなつぼみがたくさんついています。やはりつぼみは赤紫色をしています。アレンユーレカレモンにもつぼみがついています。我らがレモンの先生ヒデさんからいただいたレモンのヒデちゃんです。こちらも2月の様子でつぼみがいっぱいついています。レモンの苗木たちの様子を見ていると、昨年どんな風に育てられたか、昨年蓄えた体力がどれだけあるかというのがこの時期に現れると感じます。花は今できて咲いているわけではなく、見えない間も準備を重ねてきて、それが今花開いているということなんですね。こちらはサイパンレモンです。このサイパンレモンは秋に伸びた枝にもつぼみがついています。秋に芽が出て伸びた枝はこのように枝が丸くなく平べったい形をしています。こういう秋枝には花芽がつきにくいと聞きますが、このサイパンさんにはたくさんつぼみがついています。皆さんがお持ちのレモンの木はどうでしょうか。夏や秋の枝にもつぼみがついていますか。ぜひコメントで教えてください。3月20日のレモンのひでちゃんです。つぼみが大きくなって開花しました。まだまだつぼみがたくさんついています。レモンの先生ひでさんの動画では、レモンの育て方をわかりやすく学べます。ひでさんのお話では、レモンのつぼみのうち小さすぎるものは不完全な花の場合があるそうです。そのような花は受粉できないので、多すぎるつぼみを取り除く際には小さいつぼみを取り除こうと思います。それから来年もつぼみをつけてもらえるよう、3月に剪定をして春の枝を出しやすくします。例えば平たい秋の枝はつぼみがあってもカットして、この春に新しく丸くて良い春枝が出るようにします。例えばこの低い位置にある下向きの枝は実っても地面についてしまうとか、下向きの枝は勢いがなく良い実がつきにくいといった理由でカットしてしまいます。カットすることで春の芽吹きに新しい枝を出せるので、剪定には樹形を整える以外にも収穫するために良い枝を更新していくという意味もありますね。こういうふうにお互いを邪魔してしまう枝も日が当たりにくくなったり風通しを悪くするのでカットします。
3月20日のアレンユーレカレモンです。とても綺麗にお花が咲いています。そしてこれが最新の4月5日のアレンユーレカレモンです。結実しているようですね。今後の成長もお伝えします。よろしかったらコメント、登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。